緑内障は目の病気の一種、青底比とも呼ばれる。緑内障は網膜神経節細胞が死滅する進行性の病気であり、特徴的な視神経の変形と視野異常を呈する。基本的には現時点では一度喪失した視野は回復させることが困難なため、失明の原因になり得る。日本では最近になって糖尿病網膜症を抜いて一番目の失明の 原因となっている。視野狭窄は自覚されないうちに末期症状に至ることも多く、発見には定期的な健康診断が必須である。かつては眼球の中の圧力である眼圧が高いことが原因と考えられていたことから、眼圧を下げることで視野障害の進行を止めるという方法をとる。眼圧を30%低下させることにより、 正常眼圧緑内障において80%の患者において視野障害の進行が停止したという報告もある。しかし、眼圧が正常範囲であっても緑内障に罹患している患者が多いことが確認され、現在は視神経乳頭の脆弱性が緑内障の原因として考えられている。喪失した視神経の回復は困難であるが、 近年はこれを再生する研究も行われている。正常な眼底病変をきたした視神経乳頭の例緑内障の定義は視神経変化、特徴的視野変化を有し、眼圧加工により進行を防止できる病気である。何らかの原因により視神経乳頭内の古い常盤が変形し、その中を通過する視神経繊維が 物理的に圧迫されると逆行性軸索輸送による神経栄養因子の輸送が阻害されて神経節細胞が死滅する。視神経繊維の脱落に伴いその部分に該当する網膜の感度低下から視野欠損が起こり病気の進行に伴い視神経乳頭の変形と視野異常が進行する。視神経乳頭が変形、陥没していく原因は未だ明らかではないが 眼圧の物理的圧迫によるという眼圧説や、正常眼圧緑内障患者に、肩頭痛や霊能現象が多いことから視神経、乳頭部の血流異常が関与しているという血流説、緑内障を引き起こす遺伝子異常がいくつか報告されていることから、視神経の脆弱性が緑内障の発症に関わっているという説などが提唱されている。その他にも、自己免疫疾患の関与、 アルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患との関与、ヘリコバクターピロリ感染と緑内障の関与なども報告されている。また、緑内障患者は脳脊髄圧が低いという報告がある。現在のところ緑内障治療に有効なエビデンスは眼圧加工のみである。2011年、大阪大学大学院医学系研究科の山下、敏秀らは、 マウス実験において、神経細胞の軸作中に存在する軸作の再生を阻害する因子と結合する PIR、B タンパク質の働きを分析し、神経細胞の軸作の再生を妨げるメカニズムを明らかにしたと発表した。神経節細胞の破壊メカニズムの解明により、視神経の損傷に対する新たな分子標的治療薬の開発につながる可能性がある。 2015年8月、福井大学のイメダニオーラの研究チームは、眼圧の高いマウスの視神経において、ミトコンドリアの輸送が止まる状態をレーザー顕微鏡で確認し、これまで解剖から栄養の輸送が止まると推測されていた現象を生体で実際に確認することに成功した。2002年、弘前大学の研究グループは、科学調味料として、 広く使われているグルタミン酸ナトリウムを過剰摂取させたマウスにおいて、網膜ニューロン層の厚さが著しく薄くなっていることを認め、これと正常のマウス群と比較し、統計的な優位さを確認している。同チームによれば、日本において正常圧緑内障が多い原因が、日本の食生活において、グルタミン酸ナトリウムを多く摂取していることが原因であることを推測している。 なお、現在国内では、食品添加物表示では、グルタミン酸ナトリウムとの直接表示を避け、調味料という表記で代替されている場合が多いので、成分確認の際は注意が必要である。抗コ,コリン作用を示す薬剤については、服用に際して慎重になる必要がある。例えば、下痢止めに用いられる、鎮形薬、精ガンにおいては、 製薬会社の異なる類似の商標で、緑内障に対し副作用を示すロートエキスを成分とする製品とそうでない製品が販売されている。ニコチンは血管を収縮させ、視神経の栄養障害を起こして病状を悪化させるため、喫煙は禁忌とされる。2004年の10万人あたりの緑内障の障害調整生命年情報なし22万。 20から43、43から66、66から89、89から112、112から13、15、13、15から158、158から181、181から204、204から2、十2 7 2、二2 7から2、150、250。以上日本では、以前は40歳以上の人の30人に1人が、 罹患していると言われていたが、2000年の疫学調査からは40歳以上の17人に1人、2003年の疫学調査からは40歳以上の20人に1人が罹患しているという結果が報告されている。有病率は年齢とともに上昇し、40歳代では2%で、あるが70歳代になると10%を超える。日本国内で治療中の患者は約30万人。 潜在患者数は400万人とも言われる。ただし糖尿病に関しては、緑内障に保護的に働くとの報告もあり、緑内障専門医官でも議論が分かれる。運動により眼圧は一時的に加工する。獣医学領域では犬で最も多く発生する。多くの緑内障は視野の相補性や視野の補完性のために自覚症状に乏しく、末期に至るまで気づかれにくい。 そのために、初期の緑内障は、他の症状を訴えて受診した際に偶然、発見されたり、健康診断の眼底検査で発見されたりすることが多い。新聞広告の簡易検査表や TV のノイズ画面などで簡便な検査をしてみるのも、一向である。眼圧が著しく上昇する場合には一時的な目の、霞感や光の滲み、頭痛を自覚することもあるが稀である。 それに対して、急性偶角閉塞症や、急性閉塞偶角緑内症は、突然の激しい眼痛や頭痛、視力低下を生じる。偶角の構造によって、閉塞偶角緑内症と、開放偶角緑内症の二つに分けることが多い。また発症の誘因から三つのタイプに分けられる。診断名には、構造による分類と誘因による分類の二つを組み合わせて、 原発解放偶角緑内障などと使うことがある。原発性の場合は省略することもある。眼圧の値、視野障害の有無からも分けることができる。交際が偶角を閉塞して起きる、急性閉塞偶角緑内障防水の出口である、偶角に1000点以上があることで発症する、緑内障。入児期に発症する創発型はかつて、1000点緑内障と呼ばれていたもので、 黒目が大きくなる、牛眼や角膜の混濁により発見されることが多い。明るいところを嫌がる始めや流類を訴えることも、ある。発見次第早期に手術を必要とすることが多い。他に、異常の程度が軽いために発症時期が遅れる、地発型や、マルハン症候群や、スタージーウェーバー症候群のように、空格以外の1000点以上を伴う発達緑、内障もある。 検査は、眼圧検査、空格検査、眼底検査、視野検査、視神経乳頭等の形状解析などが行われる。目の内部の圧である眼圧を測定する。眼圧を下げることが、緑内障の治療となるので、治療状況を把握するための基礎的な検査である。検査機器は、接触型と非接触型の二つに分けられ、接触型として、 ゴールドマン眼圧計やパーキンス眼圧計、トノペンなどがあり、非接触型として圧縮空気を吹きつけるノンコンタクトとのメーターがある。前者は表面麻酔薬を用いて麻酔後、黄色い色素をつけてから思考する必要があるが、後者よりも測定精度が高い。またその思考には熟練を要する場合もある。眼圧には日内変動があり病院受診時の眼圧が、 代表的な眼圧とは限らない。外来での眼圧が低いにもかかわらず緑内障の進行が止まらない場合には他の時間帯に眼圧が上がっていることを疑って24時間の眼圧の推移を測定する場合がある。日内変動の他に日々変動や季節変動もある。また単位による眼圧の変動も知られており、業外にて眼圧が上昇する傾向にある。 一般に角膜が平均より厚い人は眼圧が実際よりも高く測定され逆に角膜が元々薄い人や近視矯正手術で薄くなっている人は眼圧が実際よりも低く測定される他にも角膜の病気があると正確な眼圧測定ができずに緑内障の病状把握が困難になることがある高眼圧症と診断される人の中には 角膜が厚いだけで、実際の眼圧は高くない場合もある。眼圧の補正は、補正後眼圧イコール実測眼圧マイナス0.01に、角膜圧520で計算される。緑内障の病形を定めるために行う。表面麻酔を行い検査用のレンズを角膜に乗せて、水の出口である偶角の状態を検査する。偶角の解度や、形態異常、色素沈着。 偶角交代、新生血管、交際前癒着などの有無を確認する。血管新生緑内障の偶角新生血管や、落雪症候群のサンパオレージ線、ポスナーシュロスマン症候群の腱外よりも薄い色素、沈着沈着など、特徴的な所見も多い。病気によっては進行度合いによって、偶角の状態も変わるので検査を繰り返す場合もある。 視神経乳頭肝硬の度合い、網膜神経繊維層血損の有無、乳頭出血の有無、乳頭周囲脈絡網膜萎縮等を見る。緑内障を発症すると視野に異常が現れ、ビエルム領域と呼ばれる中心から15度から30度の範囲に視野異常が初発することが多い。通常末期になるまで中心視野は保たれることが多い。試し野異常を自覚しにくい。しかし、 中心視野が損なわれると視力は急激に低下する。視神経入頭や視神経線維層の形状解析により緑内障の進行度合いを押し量る治療法としては進行を遅らせる対象療法と失った視神経を再生させる根本治療が考えられるが2014年時点では対象療法が中心であり視神経再生の技術の臨床応用を待つことになる。 現在の緑内障治療は眼圧を下げることを基本としている。具体的に眼圧を下げる治療方法として点眼薬、内服薬、点滴療法、レーザー手術、外科手術がある。視野欠損が小さい発症初期には点眼薬により眼圧を下げて経過を負うが、点眼薬による眼圧加工には限界がある。初心時より、 大きな視野欠損があり十二分に眼圧を下げなければいけない場合や、転眼治療にもかかわらず進行する場合には、外科的手術を含む転眼以外の治療が必要となる。現在のところ失った視野を取り戻す方法はないと、される。タップコム配合転眼液プロスタグランジンと、ベータ遮断薬の配合剤緑内障転眼治療薬として、現在よく使われているのは、 プロスタグランジン関連薬、交換神経遮断薬、炭酸脱水酵素阻害薬、α 二次容体作動薬の4種類であり、眼圧加工が良好なプロスタグランジン関連薬が第一選択薬となる場合が多い。第二選択薬は、交換神経遮断薬、炭酸脱水酵素阻害薬のいずれかが選ばれる場合が多い。実際には、個人個人によって、 万圧加工の必要度の高、性別、年齢、既存の全身疾患の有無などを総合的に考慮して第一選択薬、第二選択薬は選ばれる。病気によっては副交換神経刺激薬が選択される場合もある。また2種類の薬剤を配合した合剤も使用されている。ラタノプロストプロスタグラン人界にアルファ緑ミドリ内障に関して、 エビデンスレベルの高い代替医療は報告されていない。血流改善薬や視神経保護薬による緑内障治療が期待されているが、現在のところエビデンスレベルの有効性は確認されていない。その他正常神経性節ブロック、高圧酸素、胎盤抽出物、胃腸用抽出物などが緑内障の進行を抑制したという報告もあるが、 現在のところ信頼に足るものではない。視神経の再生研究2010年、東京都神経科学総合研究所の共同研究チームがマウス実験において視神経を再生させるメカニズムを解明し、傷ついた視神経を再生することに成功した。なめ方和彦と原田高幸らは神経細胞のドック3タンパク質に着目し、同タンパクを作る。 遺伝子をマウスの視神経に導入すると視神経の活発な再生を確認した。この後野生型の5倍強く働くマウスを人工的に作成し、眼球近くの視神経を傷つけたところ大幅な視神経の再生を確認し、これと野生型との優位さを確認した。2015年2月、国立生育医療研究センターの研究チームが、 人の iPS 細胞から視神経細胞を作ることに世界で初めて成功したと発表した。作成された視神経細胞は神経として機能することを示す電気反応などが確認されている。網膜全体の人工作成実験2011年4月7日、理科学研究所発生、再生科学総合研究センターの笹井義樹博士の研究チームは、 マウスの ES 細胞から網膜全体を作ることに成功したと英科学誌ネイチャーに発表した。ES 細胞から網膜を立体的に作ったのは世界初の試みであり、研究チームは2年以内の人の網膜での実用化、さらには臨床への応用を計画している。臨床応用2014年9月12日、高橋正世は自己由来の IPS 細胞から作成した網膜を 患者へ移植する臨床研究を世界で初めて実施した。これは加齢ハン変性の治療を目的としたものであるが、これまで動物実験でのみ行われてきた人工的に作成した網膜を生体に移植する研究を実際に人体に応用した講師である。世界緑内小習慣は世界緑内小連盟と 世界緑内障患者連盟により2008年から毎年3月に行われている緑内障啓発の世界的な取り組み。2021年は3月7日から13日に行われる。ありがとうございます。